こんばんは、藤本博史です。前回のラジオ動画のコメント読んでいきます。ココイロさん、ありがとうございます。藤本さん、ラジオお疲れ様です。ヒープリ今放送中ですが、ヒープリが終わって次のプリキュアシリーズが来年公開されると思うのですが、次のプリキュアのタイトルとプリキュアの変身後の名前がどうなっていくのだろうかと、自粛期間中にプリキュアの動画を見ながら考える時があります。シリーズも長くなってきているので、考えるのも大変なのかなと思ったからです。ぜひ藤本さんの考えたプリキュアと何々キュア、プリキュアの名前を聞かせてもらえたらなと思います。ラジオ動画50回まであともう少しですが、頑張ってください。次のラジオ動画も楽しみにしています、ということでありがとうございます。はい、まあ15年以上続いている作品プリキュアシリーズですけども、まあ誰一人として今めっちゃ噛んじゃった誰一人として同じ名前のプリキュアいないわけで、まあ同じ名前のプリキュアシリーズもないわけでね。なんかこうよくね、新しいプリキュア、新しいプリキュアシリーズの名前を考える人はすごいなと思うんですけど、まあ誰しもはね、誰しもがちょっとプリキュアファンならば、ちょっとちらっと考えたことがあるであろうオリジナルプリキュアみたいな話はまあありますけども、どうでしょうね。予想していくならば、まあ自分そんなにネーミングセンスある方じゃないんですけど、どうなんでしょうね。でも結構最近のプリキュアの名前とか、シリーズの名前は結構予想外のところで来るんですよね。今年のヒーリングとプリキュアなんかね、ダブルミーニングだからね、ヒーリングとヒーリング、なんだろう、こう、フィーリングとを掛け合わせてる名前だから、結構そういうのってすごいな、誰考えてんだろうって思うんですけど、どうでしょうね。なんか全然パッと思い浮かばないけど、ハートキャッチとかもすごかったし、なんだろうね。結構でもプリキュアってその前の年にあった流行とか何かしらをこう取り入れたりするんですよね。なんか震災があった次の年にスマイルプリキュアとか、アナ雪が流行った次の年にゴープリンセスプリキュアとか、そんな感じで、なんだろうね。さすがにコロナ関連で、なんか、紐づけるわけないけど。まあでも、今こうやって自粛期間が続いて、こう、人と人とのつながりみたいなのがより一層ね、こう、大事になってくるっていうか、なんかそういうのが大切だなって気づかされてるっていうのがあって、なんかそういう、なんかハートキャッチとかみたいな、なんだろう、その、人と人とのつながりというか、心の、人間の心のその、情景というか、そういうところをなんか描いていく作品だったりすんのかなーなんて勝手に今思ったけど。だとしたらなんだろうね。ハートキャッチしか思い浮かばねえや。プリキュアの名前もね、全然わかんないや。なんか最近英語だけじゃないですしね。フランス語だったり、いろんなね、言語をモチーフというか引用してたりするんで、もう予想がつかないって感じなんですけど。わかんないです。すいません。せっかく聞いてくれたのに全然思い浮かばなかった。なんか全然ね、いい答えが思い浮かばなかったんですけど、申し訳ない。はい。ということで、ココイロさん、ありがとうございました。ということで、今回も始めていきましょう。第49回ですね。始めていきましょう。改めまして藤本博史です。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう作品シリーズはですね、まあ面白いんですけど、当然ながら小さな子供のため、男の子女の子のために本来あるべき番組でございます。ただただ、自分たちのような大人がハマってしまうアニメ番組でもあります。通称大きなお友達というものですね。だからそういう大人たち、なかなか自分が好き、プリキュア好きだぜっていうところを発信できない、そういう場がないということで、せめてこのラジオ動画内ではそういうことをオープンに喋っていこうぜ、語っていこうぜという、そんな趣旨でこのラジオ動画作っております。皆さんからのコメントを募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身の意見も喋っていこうという、そんな感じのラジオ動画でございます。ということで、前回のラジオ動画、
第48回のこの、動画に聞いたコメント読んでいきたいと思います。ライム放送局さんありがとうございます。藤本博さんこんばんは、コメント読んでいただきありがとうございます。レイフレの話ですね。プリキュアオンリーイベント、プリキュアの同人イベントですね。レイフレ自分も楽しみです。そういう同人系イベントに行ったことがないのでワクワクとドキドキでいっぱいです。藤本さんが出展されるサークルのグッズは確か帽子が2000円前後ですよね。買いたいところなんですけどバイト禁止の高校生の財布には辛いです。同じく売っている、シールは買いますのでその時はよろしくお願いいたしますとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、昨今のウイルス事情によりましてですね、レインボーフレーバーという同人イベント本当は4月に開催予定だったんですけども、まあ6月末に延期になりました。まあそれが開催されるかも正直ちょっと微妙っちゃ微妙なところなんですけど、まあ開催されるなら行こうかなと思っております。自分は青森に住んでますけど、東京にね行きましてね、4月に出店するもんだと思ってたから、その時に売る用のねグッズはもう作っちゃったので、それをねまあ持っていけるなら6月に持っていこうかなとは思っております。このラジオ動画もそうなんですけど、やっぱりプリキュアっていうシリーズは小さな子供のために本来あるべき番組なので、なかなかね大きなお友達と呼ばれるような、まあ大人のファンがその買えるプリキュアグッズって少ないんですよ。まあおもちゃとかいろいろシールとかあるけど、やっぱりその大の大人がこう街とか歩くにしてもね、なかなかプリキュアグッズってなかなかね持ちづらいじゃないですか。まあそこら辺をね気にせずね持ってる人もいるけど、自分はちょっと気にしちゃうタイプなんで、だからなんか普段使いできるプリキュアグッズが欲しいなと自分は常々思っていたので、じゃあ自分で作ろうかって思って作ったのがあるので、まあそれをちょっとレイフレで売りたいなと思っております。まあ6月末もし開催されるならばね、ぜひ来られる方いましたらよろしくお願いいたしますという感じですね。うん、プリキュアってまあアルファベットで印字されたというか刺繍された帽子と、あとまあプリキュアって書いてるシールみたいなのをちょっと売る予定なのでよろしくお願いします。はい、まあ6月ダメだったら次回のレフレで売ろうと思います。はい、ライム放送局さんありがとうございました。ということで次のコメントです。中井さんを愛する会さんからいただきました。ありがとうございます。どういう名前なんだろう。中井さんって聞くとどうしてもあのバクマンのキャラクターが出てくるんだけど多分違うんだろうけどありがとうございます。前回ですね、ダークドリーム、ダークプリキュアですね、プリキュア5の、映画のキャラクターですね、ダークドリームというキャラクターのお話をしたんですけども、それについてですね、自分は5、そして555が死ぬほど好きなのですが、ダークプリキュアの声優さんがいつか全員プリキュアとして出てくれたらいいななんて思っています。生まれ変わりみたいで素敵ですよねとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、そのね555の映画にはですね、ダークプリキュアという存在が出てきます。まあ、その中で特に有名なのがダークドリームという、キュアドリームの、まあ、分身というか影みたいな存在のキャラクターがいるんですけども、そのキャラクターはね本当に今でもね強い人気があって、とんでもなくねこう人気があるキャラクターなんですけど、まあドリームっていうがいるってことは他のキャラクターもいるわけで、まあダークルージュっていうのがいたり、ダークレモネードっていうのがいたり、ダークミントっていうのがいたり、ダークアクアっていうのもいたりするんですけども、まあそれぞれね5人分の声優さんがこう生まれ変わりみたいな感じで出るのも確かに面白いですよね。うん、出るとしたらやっぱり本編、テレビ本編じゃなくて映画になるんですかね。うん、まあ可能性としてはそうですよね。もし出るなら出てほしいなって思いますね。まあ、ただダークレモネードとかは転生してプリキュアになっちゃってるんで、まあ、ダークドリームもですけど、そのあたりはどうなんだろうって感じがしますけど、まあでも出てくれたら嬉しいですよね。まあ、小さい子は分かんないだろうけど、声優っていうその存在を知ってる大人たちはちょっとねグッとくる展開にはなりそうですよね。いいな、でも見てみたいですねそういうの。やっぱりうん、
特にダークドリームとかのね、西村千奈美さんがね、まあキュアビューティー役にもなってますけど、何かしらね、こう転生みたいな感じで映画なりテレビ本編なりでできてくれたらすげえ嬉しいなって思いますね。自分もそう思います。はい、中井さんを愛する会さん、ありがとうございました。はい、ということで、次のコメントです。奥野義剛さん、ありがとうございます。いよいよキュアパズも残りわずかしかプレイできないんですね。新しいプリキュアのアプリゲームできないかなとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、プリキュアつながるパズル、略してキュアパズですけども、まあいよいよサービス終了が近づいてまいりましたね。6月頭でしたっけ、終了。なんか自分もね、こうやってYouTube チャンネルやってますけど、ここまでチャンネル登録者数がね、あの2000人を超えて、ここまでたくさんの方にね、知られるようになったきっかけは、やっぱりキュアパズ実況っていう動画シリーズだったので、それがなければ自分の YouTube 活動もなかったし、まあそもそもまず YouTube で活動するってことが多分キュアパズなかったらなかったのかなって思うんで、非常に寂しいですね、やっぱり。やっぱりね、なんかキュアパズに変わるアプリゲーム出てほしいなって思いますね。なんか公式なのかどうなのか、あの今撮ってるの火曜日なんですけど、さっきツイッターでチラッとニュース見たんですけど、なんかプリキュア辞典みたいなアプリが今度リリースされるらしく、公式なのかな、公式っぽいんですよね。まあでもゲームアプリじゃないから、ちょっと遊べるようなアプリではないんですけど、なんかそんな感じでね、なんか公式からなんかゲームアプリプリキュアのね、出てほしいですよね。どうなんだろうね。なんかプリキュアのゲームってそのアプリゲーム、今のところキュアパズしかないけど、まあそれももう終わっちゃうけど、やっぱりこうキュアパズをリリース開始日から毎日のようにログインして毎日のように遊んでて思うのは、自分そんなにこうアプリゲームってやる方じゃないんですよ。でもなんかこう、なんだろう、有名どころをやってみると、若干、まあ、比べるのもどうかと思うけど、パズドラとかモンストよりは、キュアパズって、なんて言うんだろう、ぬるぬる感というか、なんて言うんだろうな、お金かかってない感は否めないじゃないですか。まあ、もちろん声優さんが、ね、全キャラクター声当ててるし、イラストとかも新規ですごい出るからめちゃくちゃ嬉しいんだけど、なんかアニメーションがあまりないなという印象があって、なんかなんて言うんだろうな、言いたいことを伝わってるか分かんないんですけど、なんかアプリゲームとしてのそのなんて言うんだろうな、見てて飽きないようなアニメーション効果みたいなのがキュアパズが個人的に少ないなって思って、まあそれがあったからといってね、人気が出て今リリース終了にならなかったかと言われれば、それもまた微妙な話なんですけど、なんかせっかくここまで人気なシリーズなんだからね、なんかもうちょっと運営さんはなんかアプリ開発にもうちょっとお金かけてもよかったのかなーなんて勝手に思ったりするけど、まあでもそこら辺もでもね、やっぱなんか振り出しに戻るとか最初の話に戻るけど、やっぱりプリキュアって小さな子供のために本来あるべき、てか本来というかあるべきものなので、小さいお子さんがもう遊べるゲームじゃなきゃいけないんですよね。だからそこら辺のバランスが難しいですよね。なんかいわゆるそのなんて言うんだろうな、アニメが元に原作になってるゲームっていうと、今アイドルマスターとかのゲームとかラブライブのゲームとかありますけど、あそこら辺はでもやっぱり中高生をもう、まあ、それ以上の、まあ、いわゆるオタクをターゲットに作ってるゲームって、その分課金してくれる人がいるから、めちゃくちゃクオリティ高いものになってるじゃないですか。まあキュアパズにもね、あの課金してくれる人はたくさんいるでしょうけど、でもやっぱりそれ以上に小さい子供の方々が楽しめるものじゃなきゃいけないっていう、そのバランスはめっちゃむずいなって思うな。でも何かしらね、キュアパズ終わってもね、なんか出てきてほしいなって思いますね。なんかリリースからさ、なんかずっとやってるゲームだけあって、なんか熱の入った話になってしまった。まああくまで個人の意見なんですけどね。
はい、ということで、奥野義豪さんありがとうございました。藤本博の動画、はい、続いてのコメント読んでいきます。穏やかな流星群さんありがとうございます。こんばんは藤本さん、いつもラジオお疲れ様です。ダークドリームの話がありましたが、自分はプリキュア5の映画はなかなか忙しく見ることができませんでした。でもとても興味があるので、今度レンタルで見てみようかなと考えています。映画といえばなのですが、先日キュアモフルンの映画を初めて視聴しました。プリキュア大投票以来気になっていたのですが、まさか1回の映画で3回以上感動するとは思ってもみませんでした。特に幼少期の回想は涙せずにはいられませんでしたね。藤本さんが今までプリキュアシリーズで最も感動したシーンは何ですか？長文失礼しました、よろしくお願いいたします、とコメントいただきました。ありがとうございます。はい、プリキュア映画の話ですけども、まあ、ダークドリームが出たプリキュア5の映画ももちろん名作なんですけども、キュアモフルンいいですよね。まあ先月じゃないや去年、スタプリの映画すごく名作でしたけども、それの監督をされた田中裕太監督が、スタプリ映画の以前に、作られた映画のタイトルですね、キュアモフルンですけども、キュアモフルンも名作ですね。魔法使いプリキュアのキャラクターの人となりが分かっていればなおこう泣ける映画なんじゃないかなと思います。藤本さんが今までプリキュアシリーズで最も感動したシーンは何ですか、ということなんですけど、なんだろうな、映画じゃないんですけど、テレビ本編の話になるんですけど、これ結構ラジオ動画内で何回も言ってる話なんですけど、ハートキャッチプリキュアで母の日会っていうのがあるんですよ。母の日のお話があるんですけど、あの話をね、見るたび泣くんですよね。多分、見た回数で言えば多分自分一番見てるプリキュアの話それだと思うんですけど、あれ見るたび泣くんだよな、辛くて。まあ最後は感動できるオチなんで、救われる感じのオチでいいんだけど、なんかね、まあラジオ動画最初の方から聞いてくれてる方は何回目だよっていう話になるんですけど、ハートキャッチプリキュアってナミナミっていうクラスメイトがいるんですけど、そのナミナミにはお母さんがいないんですよ。お母さんが亡くなってて、で小さい妹がいるんですよね。でもその小さい妹はそのお母さんの記憶があまりないんですよね。で母の日が訪れて、その小さい妹がお母さんどこって泣くわけなんですよね。でそこでなみなみは今までこう自分がお母さんとしての役割を果たさなきゃっていう、そのなんだろう、プレッシャーとか責任感がその時にちょっと崩れちゃって、こうガラガラと音を立てて崩れ落ちて、そこでこう泣き崩れるみたいなシーンがあるんですけど、そのシーンも見るたびに悲しくて悲しくて泣いちゃって、まあその後はね、ちょっとプリキュアの力によって少し心が軽くなって、まあ妹とも仲直りみたいなシーンがあるんですけど、そこでまた泣くんですよね。なんか本当に見たことない方は見てほしいですね。ちょっと今視聴するってなると DVD レンタルぐらいしか方法はないんですけど、あとまあサブスク系で購入とかかな、Amazon プライムとかで購入とかになっちゃうんですけど、ぜひね、見たことない方はハートキャッチプリキュア見てほしいなって思いますね。合わせての母の控えも見てほしいなって思いますね。映画じゃないんですけどね、テレビ本編なんですけど、自分もそんな感じですかね。はい、ということで、穏やかな流星群さんありがとうございました。ということで、次のコメントです。萩原啓太さんありがとうございます。こんばんは、いつも動画楽しく見ています、ありがとうございます。ダグドリ、ダークドリームのラストは悲しかったですが、悪役だけど改心したキャラって素敵ですよね。僕は声優さんつながりもあり、セイレーンこと黒川エレンがたまらなく好きです。ダークドリーム以外で藤本さんの印象に残っている改心キャラはいますか、ということでありがとうございます。はい、改心キャラ、まあ、プリキュアシリーズには数多く、まあ、数多くってわけじゃないけど、まあ、いるわけで、もともと敵だったけど、まあ、味方として転生したみたいな感じの
まあプリキュアに限らずですよね。敵キャラクターにくくって言うと、まあプリキュア以外でもいたりするんですけど、まあ有名どころで言うとやっぱりイースからの、キュアパッションとか、あとこのコメントにもありましたセイレーンからの、キュアビート黒川エレンとか、あとはトワイライトからの赤鬼トワーとかいますけども、キュアスカーレットですね、まあいますけど、まあいろいろいるけど、やっぱりでも、やっぱりでもやっぱ印象に残ってるのはキュアパッションですね。自分はイースですね。そのまあプリキュアシリーズ初のその転生プリキュアっていうのももちろんあるんですけど、まあ、そこら辺ちょっと喋り出すとちょっとあのミチルカウル論争が起きるんでちょっとあれなんですけど、キュアパッションっていうか、そのイースのなんて言うんだろうな、過去というか、そのもともとその人間が住んでる世界にいなくて、まあ、人間ではあるんだけど、その生まれた時からなんかずっとその管理されて生きてきたんですよね、まあ、そういう国の下で育ってきた。今までその自分が悪いことをしてるっていう意識がないまま、そのプリキュアたちに悪いことをし続けて、でもそのプリキュアたちと関わることで罪の意識が芽生えてみたいなとこからのプリキュアになって、でもプリキュアになってからも悩むんですよね。そういう描写がめちゃくちゃ自分好きで、まあそこら辺はもちろんね、エレンとかキュアビートとかキュアスカーレットにもそういう描写はありましたけど、やっぱり初めて見たのがその自分はキュアパッションイースだったので、ちょっとそこら辺の印象がかなり強いなっていう感じですね。まあ今後もねそういうキャラクターは現れるかもしれないけどね、どうなるのかって感じですけど、非常に楽しみですね。まあ自分はでもやっぱり今のところはイースかな。まあ比べるもんでもないんですけどね、あんまり。っていう感じですかね。萩原啓太さんありがとうございました。次のコメントです。ヤンメイさんありがとうございます。藤本さんこんにちは。料理楽しいですよね。前回ですね、なんか趣味というか、なんかありますかみたいな話になって、今かなりぼやっと言ったけど、まあ自分最近料理好きなんですよねって話をしたんですけども、プリキュアの皆さんで料理上手そうなのは誰でしょうかね。作中でも描かれていますか。言っても中二女子ですし、できる子は少なさそうですが、プリアラ勢はお菓子が上手でしょうが、お菓子と料理って意外に別ジャンルですし、エリナさんは実務でこなしてそうですね。あとイメージ的にはミナミンはきっちり仕込まれていそう。あと大人になっても苦手そうなキャラはキララちゃんかなとか、いろいろ想像が膨らむネタですね。藤本さんのイメージはどんなでしょうかとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、プリキュアと料理ですね。まあ大体でもあれですね、兄弟たくさんいる系のプリキュアは料理うまいですよね。なおちゃんとか、あとでもあかねちゃんとかは、あでもあかねちゃんお好み焼き屋さんだからあれか。でもなんか母の控えで裁縫してなんか手が絆創膏だらけになるみたいな話があったけど、でも料理はできるよな多分。みゆきちゃんとかはできなさそうだけどな。そこら辺細かい描写あったかな、ちゃんと見なきゃちょっとあれだけど。でも初代の渚ほのかはどうだろうな、どっちもなんかありまりうまそうなイメージがないんだよな。そこら辺もあれか、ちょっと本編ちゃんと見直さないと、そういう描写が あったかどうかちょっと確かめないとだけど。5とかだとのぞみはあまりうまそうじゃないかな。他のみんなはうまそうだけど、あでもあれか、小町さんはあれだ、あのプリキュア5の秋元小町っていうキャラクターがいるんですけど、緑ですね、キュアミントですけども、小町さんはね料理があまりまあうまくないというか、あの何でもかんでも羊羹を入れようとするっていう癖があるからそこら辺はどうなんだろうね。そう考えると小町さんはあまり料理がうまくないのかなって思ったりするけど、まあ同じくそのプリキュア5のカレンさんはね、あの伊勢海老とか入れますけどね。プリキュア5はなんかそこら辺の食に関してはみんな結構ポンコツなところがあるのかもしれないな。どうなんだろうな。
ちょっとそこら辺も本編チェックしないとだけど、ですね。でもあれだな、ゴープリンセスプリキュアのトワちゃんとかもあんまりうまそうではないかも。トワちゃんお姫様だし。そうですね、なんかそこら辺なんか妄想すると楽しいですね。だね、なんかシリーズごとにするの楽しいですね、考えると。まあプリオラ勢はでもうまそうっちゃうまそうですよね。スイーツ作れるしですね。いやでもなんか料理ネタも楽しいですね。自分最近ラジオ動画じゃないんですけど、週1回、まあ別に定期的にやろうとは思ってないんですけど、今んところ週1投稿になってるんですけど、プリキュアカレーを頑張って美味しく食べようっていうなんか動画シリーズを今作ってて、まあ別にそのものはプリキュアカレーそのものは別にまずくないんですけど、なんか甘ったるいんですよね。まあ当たり前なんですけどね、ちっちゃい小麦に作られてるカレーだから甘ったるくて、だからそれをうまいことこうね、酒のつまみにできねえかなって今頑張って動画作ってるんですけど、だからね、そこら辺もちょっと見たことない方は見てもらえればなと思うんですけども、プリキュアカレーアレンジネタね、なかなかもうネタが尽きてきてねもしね、ちょっとメニュー提案があれば、ちょっとぜひコメントでよろしくお願いしますね。まあでも楽しいですね、あの動画シリーズは。あんまり普段実写動画作らないんで、ああいうね、なんかちゃんとしたカメラで、なんか実写動画撮るのも楽しいなって思いますね。はい、ということで、ヤンメイさんありがとうございました。藤本博史の動画。はい、ということで今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。毎度のことながら、コメントたくさんいただいておりますが、すべては申し訳ありません、ちょっと紹介できておりません、申し訳ないです。ただ、すべて目を通させていただいております。すべてコメントにハートマークつけさせていただいております。何卒、今後もね、動画見ていただいてコメント残していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、昨今のプリキュア事情は相変わらず自粛の波に追われてというか押されて、放送延期になっております。まあ再放送が続いておりますけども、まあでもどうなんだろうね、ぼちぼちちょっと、どうなんだろうね、もう1ヶ月ぐらいは我慢しなきゃなのかなって勝手に思ってるけど、ね、まあでも暑くなる前ぐらいにはちょっとね再開してほしいなって思いますね。やっぱりね再放送も楽しいけどね、本放送というかちゃんとした新しい話も見たいなって思うのが正直なところだけど、まあでも再放送面白いからね、毎週ちゃんと朝早く起きて再放送見れてるし、そこら辺もいいんですけど、まあ、早く事態の収束を願うという感じですね。はい、という感じで、じゃあそんな感じで今回は終わりたいと思います。このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時に投稿しております。投稿8時なんですけども、この動画を収録してるのは2日前の火曜日の夕方くらい、まあ夜に撮ってますので、できれば火曜日の夕方くらいまでにコメントいただければ、紹介できる確率はアップするかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでそんな感じで、じゃあ今回は終わっていきたいと思います。皆さん再放送楽しめてますか？あとよろしければ先ほど言ったカレーのメニューなんかもコメントでよろしくお願いします。はい、ということでじゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回の動画のお相手は藤本博史でした。また来週木曜日のラジオ動画でお会いしましょう。ではでは。